酒館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するのは1995年にバンダイがプレイディア向けに発売した美少女戦士セーラームーンスーパー S セーラームーンとひらがなレッスン、これ長いタイトルなんだけど、まあこんなものですよ。でかいね。でこんな感じで、でこうですかね。でこうか。でどこ向けてるの？こっちか。はい。ということで、まあ裏面でこんな感じ。でまあどんな感じのものかっていうのも表面から見ていくと、まあプレイディアのね、プレイディア IQ キッズっていうシリーズなんですよ。で遊んで学ぼうってね。でセーラー戦士がみんなの先生よってことで、まあセーラー戦士でチビウサガで、まあカレイドムーンスコープ型コントローラー付き、楽しくなりきり遊びましょうってことで、乾電池単4乾電池2本使用です、ね。でまあちょっと側面から見ていくとね、セーラームーンがみんなの先生よってことで、まあここもねアピールがありますね。で、まあ裏面かな。まあ読んでいくと、私たちセーラー戦士が先生よ。楽しいゲームで遊びながらひらがなマスター。繰り返し遊んで身につく楽しいチークゲームに、基礎から応用までステップアップ方式のカリキュラム3、チェックテストで苦手なところに戻って復習、リターン学習方式。でここにね、細かく、小さくですね。セーラー戦士になるにはひらがなパワーが必要よっていうことでね、脅迫されてますよ、子供は。チビウサと一緒にセーラー戦士のひらがなレッスンを受けて、戦士の証カレイドムーンスコープを手に入れてね、ひらがなパワーでレムレスと対決よってことで、まあ、セーラー戦士が先生なわけですよ。セーラームーンがひらがなで、ひらがなパイ投げゲーム、間違いやすい文字に注意してパイをキャッチで、セーラービーナス言葉、気球でスゴロクゲーム、かの文字を進めてマスの上の言葉を変身させてね、セーラーマーズいろいろな文字、しりとりお買い物ゲーム、しりとりしながらお買い物いくつ買えるかな。で、セーラージュピター、様子を表す言葉、着せ替えルーレットゲーム、大きな帽子、赤い上着、お洋服をコーディネートしてね、セーラーマーキュリーブンブンってね、不愛想なんですけど、ふわふわシャボンゲーム、言葉のシャボンを捕まえて正しい文を作ってねってことで、でステップアップテストがレムレスがみんなに挑戦よ、セーラームーンになりきって問題に答えてねってことで、でまああのあと説明書がねドリルページになってるってことの、まあ、いろいろ特徴があるんですけど、まあ要はあのカレードムーンスコープがついてるんで、まあ、いずれ機会があればお見せしますよ。以上作家でした。